さ、いい天気だね。こいつはどうだ？これ。これ。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？こいつはどうだ？この先の清泉町に会長の手がかりがあるはずだよ。会長が盗んだものには風元素で目印がついてるから、元素四角でこの辺りを探してみよう。木の枝に見えるね。風の翼の骨かもしれない。もしや元素の痕跡がないみたい。うん、ただの枝だね。この痕跡、会長か風スライムか。風スライムは飛べるから、これを踏んで飛ぼうとした人がいない限り会長のだろうね。風スライムでそんなことするやつがいるのか。このボロボロの布切れ、風元素の痕跡がある。この模様と編み方からして、風の翼が破けたのかも。そんなんで風の翼だってわかるのか。さすが偵察騎士。これが会長のなら、やつの風の翼はもう壊れてるみたいだね。元素の痕跡はこの先に続いてる。会長はこの先に逃げたのか。ここで考えてても始まらないし、旅人、痕跡を追ってみよう。お、なんだか騒がしいな。戦いの音だ。まさか会長。早く行こう。とにかく痕跡がはっきりと残ってるから記録しておこう。
しびれなさい。しびれなさい。よかった。セピロス騎士団の人がいればヒルチャールも手を出せないはずだ。何があったの？ヒルチャールに襲われてね。俺は足が速いからなんとかなったけど。ヒルチャールに襲われた？でもヒルチャールの集落は騎士団がほとんど潰したのに。小さな集落なんだ。町からそう離れてないから俺も普段はそこを避けるようにしている。でもそのヒルチャールの集落に空から人が降ってきたんだよ。誰かさんがよくすることだな。それでヒルチャールが暴れ出して、その人を追って奴らが出てきたんだ。俺は逃げれたけど、果物を運ぶ車は全部壊されちまった。明日からどうすればいいんだ。その人ってどんな感じ？何かを抱えてたな。ふらふらと飛んでいって、その抱えてたもののせいで落ちたんだな。まったく、飛行免許を取っていないのか。重いものを持って飛ぶのは禁止だって知らないんだよ。免許を取り消してやりたいね。重い荷物を持って、文化財を抱えて逃げた会長かもしれない。その人がどこに逃げたかわかる？俺も逃げるので精一杯だったからな。あっちの方に逃げた気がするけど。なんとか手がかりをつかめたね。早速追いかけよう。そうだ、この件は帰ったら騎士団に報告するね。集落も早めに対処するから安心して。アフタヌーンティーの時間よ。大手を間違えたな。ちょっとビリビリさせないとね。しびれな、なんですって。いや、チャンスだ。やっっはっはっ。おとなしくしやがれ。そりゃチャンスだ。なんですって。それしびれ、これ絶対だ。引くぞ。失速しろ。ほどほどにしておけよ。おとなしく仕上がる。
逃がさないわよ。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 フルチャールの他にも変な奴らがいるぞ。風の翼の作りを見た感じ、でも、なんであんなとこにいるんだ？確かに、あんな下っ端じゃ私たちを止められないのに。それに文化財も見当たらない。まだ会長が持ち歩いてるんだね。よし、旅人、元素の痕跡をたどってみよう。こんなとこまで来るなんて。目印の元素が尽きたのかも。そっか、元素の痕跡を消せないと分かって手下を使って足止めさせたんだ。痕跡が自然と消えるのを待つつもりなんだよ。そうはさせない。急ごう。ここから一本道だから、会長はこの先にいるはず。でもこの様子じゃ、追いつくには飛ぶしかなさそうだね。おい、下に敵がたくさんいるぞ。先に進むには、飛びながら敵を倒すしかないかも。そうだ、旅人、最後のテストがまだだったよね。おう、でもどうして？じゃあ三つ目のテストはこれにしよう。元のテストもこんなんなのか？旅人のために作った特別テストだよ。あんたはモンドを救ったヒーローだからね。普通のテストじゃ物足りないでしょ。旅人、どうかな？いい答えだね。じゃあ飛ぼう。旅人、すべての敵を倒してね。
クリア。よく飛び切ったね。あんたならできると思ってたよ。あとは会長を捕まえるだけ。さあ先に進もう。ビリビリさせないとね。おとなしくしやがれ。これ。
痺れなさい。ふっ、痺れなさい。おとなしくしやがれ。先は行き止まりみたいだね。あいつどこに隠れてるんだろう。アンバ、あそこだ。やはり来たか。あんたが会長？もう逃げられないよ。逃げなくともお前はここまで来られないだろう。確かに高い。それに遠い。小娘、今から戻って団長でも呼んできたらどうだ？そしたら降参するかもな。セピロス騎士団を挑発してるつもり？今すぐ飛び越えて捕まえてやる！そうだね。目の前にいるのにこのまま飛んでいけたら。けど会長はどうやって行ったんだ？元素四角で痕跡は見えないか？さらばだ、小娘。なあ、あいつ、逃げる気だぞ！迷ってる暇なんてないのに。でも、飛ぶ以外にここを越える方法なんて。けど。心配しないで。私はモンドの飛行チャンピオンだよ。あの会長にできて、私にできないはずがない！おい、偵察騎士、死にたいなら風の翼なしでモンドの風神像から飛び降りた方がお前らしいぞ。なあ、飛行以外に答えはないって、こいつも分かってるみたいだ。旅人、私が間違えて渡した本覚えてる？最初の鳥は飛べなかった。鳥たちが勇気を振り絞ったから飛べた。私の答えを見ていて。うん、あいつに偵察騎士の勇気を見せてやる。おい、バカな真似はやめろ。おとなしく帰れ、小娘。どうして？よく聞いてみてよ。周囲から聞こえてくるささやきを。飛べる。風はそう言ってるよ。アンバ、落ちる落ちる落ちる！あ、風、雰囲気だ。飛んだ、アンバが飛んだぞ。怖いもの知らずだ。ここに雰囲気がある、気づいて飛び降りた。風は勇気ある人に加護を与えるんだよ。諦めて捕まりなさい。見るがいい。どれ、いった。これそりゃ。こいつはどうだ。おとなしくしやがれ。いった。
しびれなさい。おとなしくしやがる。特別なものを見せてやる。一時的なものに過ぎない。会長を捕まえたね。実は空中からしかあの雰囲気が見えない仕掛けだったの。会長が逃げた先はもう行き止まりだった。だから会長がここから脱出するには引き返すほかなかったんだよ。ああ、だからオイラたちを諦めさせようとあんなこと言ってたのか。まあ、そう簡単に騙されたりしないけどな。旅人の言葉のおかげだよ。これこそ不可能を排除し、最後に残ったものがいかに奇妙であってもそれが真実ってやつだね。とにかく飛行っていうのはね、 7% の技術と 3% の勘、残った 90% が全て勇気なんだ。さっきのアンバーは勇気が 99% だったけどな。なんか私が初めて飛行テストを受けた時みたい。すごく緊張したけど最後は無事免許を取れた。それからのテストはそういった緊張感が全然なかったからなんだか物足りなかったんだよね。待った、アンバーって飛行免許を持ってるんだろ？それ以外に何のテストを受けたんだ？それはモンド城内って飛べないエリアとか着陸禁止エリアとかが多くて、せっかく手に入れた飛行免許もすぐ取り上げられちゃってたから全部で15回くらい受けたかな。でもいつも一発合格だったよ。やっぱり私の本は最高の指南書だね。旅人、時間があったらジンにちゃんとした飛行指南をしてもらおう。じゃあ会長をモンドに送るから先に戻ってるね。モンドに戻ったら大聖堂に来てね。飛行免許はそこで渡すから。もう行っちゃった。さすが偵察騎士、早いな。こっちもモンドの大聖堂に戻ろご免許取得の道はなかなか手強いな。
これが飛行免許だよ。これからはモンド内を自由に飛べるからね。まあ、あんたの飛行技術は完璧だから予想通りかな。そうだ、次の飛行大会にはあんたもエントリーしておくから。私のスピードについてこれる人がいなくて退屈だったの。へえ、言ってくれるね。どうやらまだ飛行大会の恐ろしさを知らないみたい。じゃあ私に負けるまで合法的に自由に楽しく飛んでね。飛行規則は守るんだよ。免許停止なんてダメだからね。アンバーに言われても説得力がないよな。